坪井有沙です。京都工科女子大学に通っています。私はそこで栄養学を勉強しています。英語を学びたいというのが一番の理由ですが、もともと海外に興味があり、海外の食文化や文化に触れてみたいと思ったからです。林間大学を選んだ理由は日本人が少ないと聞いたので、その環境で英語を勉強したいと思ったからです。面白い先生が多くて楽しい授業でした。また分からないことや聞き取れないことは分かるまで何回も伝えてくださって、また簡単な言葉に言い換えてくださったので分かりやすかったです。私はホームステイ先で過ごしました。ホストファミリーの方々も本当の家族のように接してくださり、誕生日も祝ってくださいました。本当に温かい人たちで居心地よかったです。クライストチャーチの人々はみんな親切でフレンドリーな方が多いなと思いました。困っている時も笑顔で助けてくださって、そういう温かい地域土地柄に魅力を感じました。様々な人たちに出会えたことです。林間大学には様々な国籍の学生さんがいて、年齢や国の違う人と話すことができて、自分の将来を考えるいい刺激をもらうことができました。私はこの学校で学ぶことができて本当に良かったです。